エレナ・カザンは、ロシア出身の女優。主に、インド映画で活動しており、代表作には、エージェント・ビノット最強のスパイ、ジョン・デー・プラハがある。また、リアリティ番組、ビッグボス中での出演でも知られている。モスクワのドイツ人家庭に生まれる。父は小学校の教師、母は看護師だった。エレナは、幼少期を、ウクライナで過ごし、その後は、両親と共に、 ベルリンに移住した。16歳の時に高等教育を受けるため、アメリカ合衆国に留学し、その後はインドコルカタに留学して、ボランティア活動に従事する。同時期に、マックス・ミューラー・バワンでドイツ語の普及活動も行い、3年間、インド各地を旅した。当初はコルカタのインドドイツ商業会議所の通訳として、活動していた。 同地で撮影されたオーストラリアの短編映画にスタッフとして参加し、その間にベンガル語映画に出演する機会を得た。2010年にクラークでプロセンジットチャテルジーと共演して女優デビューした。2011年にディアーフレンドヒトラーに出演し、2012年にはエージェントビノット最強のスパイに出演している。2013年にジョン・デーで 初めて主要キャストに起用され、プラハでは、自らのアイデンティティを求めて、インドを訪れるジップシーの少女を演じた。同年には、オスまで、カシミール人の少女を演じている。2014年に出演した、壊れた心は、第27回東京国際映画祭で、ワールドプレミア上映され、エレナの国際的知名度を上げるきっかけとなった。ジョンでプロモーション中のエレナ火山。カザン ありがとうございます。